小堀智根自作した小桜竹潮鎧を着用した智根小堀智根昭和6年10月1日は日本画家、小実家、東京美術学校助教授、文天審査員、提出議芸員などを務めた。下屋国阿蘇軍機川村小中村で農業を営む須藤総兵衛の三男として生まれた。本名は桂三郎。父総兵衛は農業の傍らん人と合し。 近隣から、上りの武者へなども依頼された。長兄の活動は長時手葛らもと甲し、南画系の山水画を描いた。十五歳頃から、父や兄から画ジを学ぶ。はじめはかりの葉を学び、ついで歴史人物画から、山和へに進む。同時期、私塾で、国学、漢学を学んだ。1883年に、小堀菊次郎の養子となり、家督を相続する。 1884年、川崎千虎に土佐派の絵と、夕食古実を学ぶ。1889年、日本青年絵画協会に参加。1894年、日本絵画協会に参加する。1895年、東京美術学校助教授となるが、1896年、日本美術院創立に加わり、成員となり、美校を退職。 後日本美術協会に出品、文典では第1回より審査員となる。1908年、東京美術学校に教授として復帰。1917年6月11日、提出議議員。1919年、帝国美術院会員。1929年、国宝保存会委員となる。1930年、君三道随法賞を受賞。 1931年1月に東京美術学校を退き、明治天皇の業績を称える聖徳記念絵画館のための絵画制作を続けたが、同年10月に主要のため死去。美術学校の教授職は自然主義派の平福百水が継いだ。墓所は玉霊園にある。歴史画を得意とし、代表作に武士がある。この武士は弓を引く姿で描かれ、 号泣で知られる、源のため友の姿だと言われる。歴史画家、織井博光は、本作の描写や表現、交渉の深さが、後の安田幸彦、前田清村、松岡永久らに決定的影響を与えたとしている。絵に拡張を高さを与えるため、ともねは、夕食古日の研究にも、情熱を注いだ。1901年、五福島神社所蔵の国宝。 本糸脅し鎧、小桜駅が江し脅し鎧の修理復元の際には、関安之助と共に修理監督となり、さらに、小桜駅が江し脅し鎧の模索を3年がかりで制作している。また、金農家としても知られ、これに沿った多くの作品を残した一方、同じ小中村の出身で、明治天皇への直送を行った田中正造が1913年に亡くなった後には、 お日に刻む田中の全身画を描いた。写真技術の発達により、歴史がそのものの需要が低下し、さらに第二次世界大戦の敗北により、日本の社会構造や価値観が大きく転換したことで、戦後も人気を博した多くの弟子たちと比較すると、小堀智音の作品が顧み見られることは減っていたが、後述する孫の小堀慶一郎などの活動も受け、 1980年代以降に再評価されて展示会などが開かれるようになった。1996年には小堀慶一郎が大事を書いた検証碑が佐野市小中町の聖火跡に設置された。この検証碑から100メートルほど離れた場所に残る田中、肖像旧宅には小堀の描いた田中像も模写した田中の母碑の複製が置かれている。弟子に、 安田幸彦、小山栄達、川崎翔子、磯田長州、伊藤幸運、棚田暁山、尾竹国家など。長男の小堀伊豆夫は、洋画家。長女の常は、小笠原長尾の弟で、洋画家の小笠原長の妻。比較文学者で、小堀智根に関する検証活動も行っている、小堀圭一郎は孫。その娘で、宗教学者の小堀圭子は彦。 孫の小堀玲子は、当園の小山田二郎の晩年の妻で画家。展覧会図録。ありがとうございます。